当時の夢というか野望的には、まあ、就職はとりあえず決めて生活基盤をちゃんと持ってから作家を目指そうみたいな、やっぱり無理だろうと、すぐになれるわけないだろうみたいな感じだったんですね。でそれが就職決まらず2年も経ってしまううちに、もう現実プランなんかもうクソくらいと思うようになってしまって、もうじゃあ応募してみようと、まあその時に応募することを決めたのが、やっぱ当時好きだった電撃文庫の小説大賞で、で4月に締め切りなんですけど、その年の頭ぐらいから小説書き始めて、で機能を書いて応募して、で今に至るという感じですね。応募作を書いた時ってのはやっぱそういう怒りのエネルギーに満ち溢れてたんで、応募作もそういう話ですので、たまに積もった鬱憤が小説で晴らそうというところがあったんで、あの時にしかやっぱ書けなかったんじゃないかなって今は思ってはいます。